日本の神業チャンネル。ゆかです。アリスです。神業娘です。今日はなんと重大発表があります。この度発見日本の神業スペシャル第5弾の放送が決定しました。1月13日金曜日夜7時から BS 日テレで放送されます。そしてなんと今日そのロケ地も発表しちゃいます。おそのロケ地はで広島県の宮島です。まずはこちらの動画をご覧ください。ということで今回のロケ地は日本三景の一つ安芸の宮島。3年半に及ぶ保存修理工事が昨年12月に終わり、明けの大鳥居が見事復活。今大注目の場所なんです。今回はひろみさんと羽田美智子さんが宮島に潜む数々の謎を解き明かしていきます。神社を守ってるわけだよね。謎を徹底解明ということなんですけども、はい、一つ一つ謎を見ていきましょうか、見ていきましょう、はい、謎その1、平清盛はなぜ海の中に壮大な社殿を作ったのか。確かに確かにですよね。まず、厳島神社誰作ったんだろうって考えたことなくて、今回初めて平の清盛って知ったんですけど、なんで海の中に作ったんですかね。ね、なんか私の予想は、あの人と違うことしたかったのかなみたいな、あの他の人が作ってないような場所に作って見たかったのかなっていう、そんな気がした。謎一からかなり謎ですね、かなり疑問だね。疑問ですね。謎その2、海の中なのになぜ社殿は倒れないのか。はい、前々から思ってた。なんかいろんな SNS とかで福島神社の、あの絵とか写真とかいっぱい流れてるの見てて、海の中なのになんであんなちゃんと、確かになんか当たり前に立ってますよね、海の中に。そう、それはすごい不思議に思ってたけど、なんでだかって聞かれたら分かんない。いやこれはもうすごい神業があるんですよ。あ、すごい。番組を見れば、そう、きっと番組見ればこの謎は解けます。謎その3、度重なる自然災害からなぜ本殿を守ることができたのか。海もあって山もあって、多分自然災害は結構ダブルで、そうだね、すごいですよね。だからあれが今もああやって昔から立ち続けられてるのは、きっとなんかすごい神業があるはず、ないとおかしいですよね。そうね、たまたまだとしてもこの期間ずっと長い間だから保ててるのは、ね、何か、ね、絶対なんか工夫が施されてるんではないかと思います。はい、謎その4、自然の中に作られた台風から社殿を守る工夫とは。はい、ということで、これはね実際私たちも宮島のロケ行ってきて、あれだよね、見ちゃいましたね。見ちゃったよね。自然の中にある工夫見ちゃいましたね。見ちゃったね。感動しました。とても。こちらは厳島神社の社殿の背後を流れる紅葉谷川。この美しい自然の中に社殿を台風や大雨から守る工夫が隠されているんです。あ、そういうことかみたいな、ね、感動したよね。あれはぜひ、はい、本編見て、はい、皆さんも確かめてください。はい、謎その5、厳島神社には江戸時代まで多くの仏像が祀られていた。あの今回この番組この第5弾やるまで、その神社は神様で寺は仏像っていうことに、何ですか、そのちゃんと認識してなかったというか。一緒です。そう、なんか
あ、確かに、うん、そう言われてみて、ああ確かにってなったよね最初。だからその江戸時代までその厳島神社に仏像があったっていうことがすごい、うん、あのおかしいっていうか、うんうん、違和感っていうことに今回まずそこに気づかされて、そう気づかされて、多分それってその江戸時代までに何かあったから、うん、そういう違和感が起こっちゃってるってことなので、うん、そのなんでそうなってるかっていうのも、うん、はい、番組を見ればわかります、はい、謎その6、大鳥居再建にかかる莫大な費用はどうやって集めたのかね。なんか今回も大規模修理工事が終わってのお披露目でそこに密着させていただいたりしてやってきたけど、うん、昔から大鳥居って、ねうん、何度も何度も再建を繰り返してる、ね、重ねてやってきてるって相当なお金かかってるよね。それを昔はどうやって集めてたのか、うん、ね、これは番組を見れば、あ、そういうことだったのかって、うん、なると思うので、ぜひそういう部分にも着目しながら楽しみいただけたらなと思います。今回のこの第5弾の見どころなんですけれども、はい、まず復活したばかりの大鳥居の真下まで行かせてもらうことができて、ね、なかなかできない、できないですよね。もうこの工事中、整保存修理工事の間でしか、うんうん、見ることができなかった絵なんですけど、うん、あのやっぱね、その大鳥居って干潮になるとやっぱ近くまで行けるじゃないですか、うん、でもそれよりもっと近くで見れるんですよね、うん、真下だから。やっぱり真下だと迫力がさらにすごいというか、うんうん、でもまあ綺麗な朱色も見れて、プラスその細かいその柄とかも見れたので、うんうんうん、すごい感動しました。そしてさらに3年半の保存修理工事に密着した VTR もね、そうなんですよ、公開されるところも見どころかなと思います、うん、すごいですよね。すごい、私何回も見ちゃう。そう、本当に神業だらけでね、そうやって修復してるんだみたいな、うんうんうん、すごい、もうなんかね、工夫と努力と、うん、やっぱ職人さんたちの技があってこそのすごい見どころですね。広島名物もみじまんじゅう。ひろみと羽田美智子が秋の宮島、世界遺産の厳島神社へ。本で今までも大きな自然災害受けたことはないんですね、うん、ない。800年間水没を免れたという厳島神社の本殿、他に類を見ない海上社殿の神業を徹底解明。すごい技術ですね。すごい。70年ぶりの修理工事を終えた大鳥居、その莫大な修理費用を調達できた謎を解く資料をテレビ初公開。そのシステムってすごいね。そして大鳥居の修理工事に密着、技術者たちの驚くべき神業を紹介。うわ、発見日本の神業スペシャル第5弾、1月13日金曜夜7時から。今日もご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価、コメントお待ちしております。